はい、皆さんこんにちは。マネトラでございますよ。今年になって1月、2月、3月というふうに CGC のおすすめ商品をご紹介してまいりましたけども、今回はその4回目です。先日、うちの奥さんと買い物行きましたよ。そのお店というのは、私にとっては十数年ぶりに行った、久しぶりに行ったお店なんですけど、ね、店内入ってびっくりしました。大きなモニターで私が映ってるじゃないですか。ね。あ、1月度のこの、動画をダウンロードされて、お店の店内で、広くお客様に見ていただこうということで流されてました。ありがたいことです。ぜひ、どんどんお使いになっていただければなと思いますけれども、そしたらですね、偶然にも横におられたおばあちゃんからですね、指さされて、あ、テレビの人やんというふうに言われましたけどね、嬉しいことですね。どんどん広げていただければなと思います。前回のこの動画をアップするときに申し上げたんですけどね、これまでの動画の中身を見ておられる方々の 25% がチャンネル登録されていて、そして 75% 登録されてませんと、チャンネル登録をお願いしますというふうに、まあ、この動画の中で呼びかけたんですけれどもね、今回この動画の中身を見ていきますと、チャンネル登録されている方が4割です。そしてチャンネル登録されてない方が6割というふうに 25% から 40% に上がりました。ありがとうございます。たくさんの方にチャンネル登録いただきました。実は先日念願でありました、チャンネル登録者1000名も達成することができました。本当にありがとうございます。また頑張りたいと思いますけれどもね、まあ、先ほども申し上げたようにまだ、6割の方がね、6割の方がまだチャンネル登録がお済みになってませんので、ぜひチャンネル登録をされた上でご覧になっていただければと思います。それでは早速、4月度のおすすめ商品をご紹介していきたいと思います。2022年4月度におすすめする CGC マニアの私が実際に買ってもらったんじゃないですよ、自分で買ったんですよ。今回も実際に買ってまいりました。買って食べた上で安くてすごく美味しかった V6、 今回6商品をご紹介したいと思います。ぜひ気に入っていただければですね、この動画を見て気に入っていただければ、皆さん方のお近くの4200店舗で買えるということになっておりますので、ぜひお買い求めになるのがいいのかなという感じがいたします。まず今日の最初の商品はこれ FD と書いてますけど、フリーズドライですね。フリーズドライの美味しい味噌汁でございます。なんと10食入ってます。10食入って599円ぐらいでしょうかね、平常で。で、まあ、この4月どこでも安くたくさん売っておられると思います。お店によって499円ぐらいで売られてる店もあるかと思います。そんな店があったらラッキーだと思いますけどね。このフリーズドライ、今やトレンド流行りですよね。これまでの即席麦の味噌汁といったら生味噌が主流だったんですけども、ここに来てどんどんフリーズドライが美味しい、そして軽くて美味しいということで、フリーズドライがどんどんメインになってまいります。そのフリーズドライの10食入りです。そしてどこが作ってるかと言いますと、先月だったですかね、土曜日の朝ありますよ、サタデープラスという番組が。そしてその中で試してランキングというコーナーがあるんですけども、サバ缶特集でなんと日本一になったのがこの宝光さんが作ったこのサバ缶です。安くてうますぎるということで、日本一、まあ、コスパが高いサバ缶というふうに、表示されたのがこのサバ缶。それを作っておられるのが宝光さんなんですけども、その宝光さんがこれを作ってくれています。だからまずいはずない、もう美味しいに決まってるとね。サバの味噌缶が日本一って言われたんですけども、サバ缶を作っておられる宝光さんが作ってくれた美味しい味噌汁でございますよ。実際食べますと、カツオと昆布の、出汁が非常に効いて美味しく仕上がってるかと思います。ちょっとしたデータ見ていただきましょう。これはですね、過去50年間の国内における味噌と乾燥スープに対する、日本国民の支出金額の推移です。味噌がですね、やっぱりこの50年間もう下がる一方、どんどん下がってるというような状況です。味噌汁離れが起きてるというような感じがしますが、安心してください。味噌の固形は右下がりになっていますけども、それに変わるものがこの乾燥スープ、乾燥味噌汁であるとかスープの素などはどん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 右上がりになって、この2003年でキャッチアップが起きています。味噌に変わっていよいよこの即席の味噌汁がどんどん上り調子になっているというような状況です。じゃあ日本国民、味噌汁をいつ飲むのか、いつたくさん買ってるのかと言いますと、年末を除いて、年末を入れてもいいんですけども、年末を含んでも、3、4月が年間最大期なんですね。やっぱりこの新生活が始まるこのきっかけになります。この新生活が始まるきっかけになるこの3、4月が味噌汁を、まあ、どこの家庭でも異常に他の月に比べて非常に変われる月だということですので、ぜひこの4月
この、フリーズドライの CGC の美味しい味噌汁はぜひおすすめになるかと思います。実際この3日ぐらい前ですかね、この撮影のためにまた買い足しで、買ってまいりましたよ。見てください、この具の多さ、むちゃくちゃ多いですよ。長ネギ、長揚げナス、そして小松菜、あと2種類キャベツと豆腐というのがありますけどね、すごいでしょう。この特に小松菜とかナスとかネギとか、とんでもない量、そして具が大きい。これでいて、大体フリーズドライの味噌汁って1食で大体100円ぐらいで売ってるんですよ。それが1食50円ちょっとで買えるというわけですから、非常にお買い得だというような感じです。この具でそういったお安く買えるお値段ということになっております。実際に CGC の加盟のお店に行きますと、この4月もっと積んでるんじゃないですかね。これは先生中3月の売り場です。3月はこれだったんですからね。先月これ言いましたもんね、悪魔的に美味しい金沢カレーの作り方ということでお話したんですけど、あ、このお店で実際にこの YouTube で紹介されましたというようなポップをつけてしっかり売られてました。今月はこちらです。美味しい味噌汁、これが今月もう少し安くなってるかもしれませんね。もしくは安くなってたらラッキーですね。まあぜひお買い求めになっていただければなと思います。2番目は純正ごま油です。純正ごま油です。良質なごまを丁寧に焙煎して、だからこそしつこくない。商品によっては結構ごま臭いなという商品があると思うんですけども、しつこくない香りとね、爽やかな香りと風味が、あのネット上のレビューのサイトを見ますと載ってますよね。いろんな方がこれを商品を買われて、やっぱりこう、ね、多くの方が書いてるのがこれです。しつこくない香りと風味がいいねということで書かれてます。それが大人気のポイントになってます。でどこが作ってるかというと、このもうパッケージも非常に似てるかと思うんですけど、ごま油の代名詞といったら角屋さんです。あの角屋さんが作ってるからもう間違いないというような商品になってます。それでそしてしかも純正です。純正なのにこのお値段ということで、非常にお買い得になってるからすごいんだろうという感じがいたします。スーパーのお店に行きますと、ごま油のコーナーに行きますと、よーく見ていただきますと、2種類あるんですね、ごま油にね。2種類あるんです。調合ごま油と純正ごま油というのがあります。今日ご紹介したのはこれですね。CGC の純正ごま油というの。じゃあ、調合ごま油というのは安いですよ。ちょっと安い。で、こちらは、非常に高いです。高いんですけども、これ CGC の、純正ごま油、これと同じぐらいの安く、ね、お買い得で買うことができます。じゃあこの調合ごま油と純正ごま油、どんなに何が違うのかと言いますと、使ってる油が違うんですね。純正ごま油はもうそのままの通り純正ピュアなごま油 100% です。ごま油 100%。 ところが調合ごま油というのは 60% 6対4でナタナイ油が入っております。まあこの辺が大きな違いです。じゃあそうなると、今人気のあのごまセサミンね、若くなるというようなね、セサミンが当然こちらの方がたくさん入ってるということになるわけで、まあそんなその純正のごま油がですね、まあこの調合ごま油の値段並みにお安く買えるということですので、ぜひおすすめです。それでもう一つおすすめなんですけども、天ぷらを揚げられるとき、キャノーラで揚げられてますか。まあごま油 100% で揚げるというのはちょっと無理かもしれませんから、キャノーラに少しね、心持ちこのごま油を垂らしていただいて、天ぷらであるとかフライを揚げていただきますと、それこそ専門店の風味になります、味になります。ごまの風味で一層食欲を誘うかと思います。すごくおすすめです。キャノーラと一緒にごま油をお使いになって、天ぷらであるとかフライを揚げていただけたらどうでしょう。3番目は、今回はお漬物です。国産の本漬けたくあんですね。これはどこの大根使ってるかと、ここ九州産です。九州産、しかも契約栽培ですから、安心安全ですね。契約栽培の九州産大根を、この九州で生産地、九州でそのまますぐ取れてすぐ製造しておりますから美味しい。しかも保存料、着色料、合成着色料は一切不使用ですから、健康面にも非常にいい商品に仕上がっています。そして九州たくあんの、大きな特徴はやっぱり甘いですね。ほんのり甘くて、とにかく見てください。お店に行って、この CGC の亀のお店に行って、ぜひ一度見てください。とにかくでかい。これもネット上の、レビューサイトを見ていただくとですね、多くの方がとにかくでかいと書かれてます。ね。甘くて、とにかくでかい。というのが大きな特徴です。ある意味、甘いですからね、べったら漬けにも近いなという感じがします。あそこまで甘くはないんですけど、ほんのり甘くてとにかくでかいということですね。ぜひ、ぜひ実物を見ていただければなと思うんですけども、さあ、今日はこのたくあんをそのまま食べてもめちゃくちゃ美味しいですよ、もちろん。今日は、いろんなコンビニさんで大人気のしそ昆布とたくあんというおにぎりがあるんですよね。そして、たびたび復活します。人気だからこそ。その人気、大人気のおにぎりを作ってみようかなと思うんですけども、いつもしそ昆布で作るんですよ。CGC さんのしそ昆布、赤い袋のしそ昆布というのがありますけども、今回は先ほどのごま油を使いたい。ね、この辺も最近のトレンドですね。ごま油を使ったおにぎりというのは最近のトレンドですよね。だからそれ、トレンドに乗っかって、ごま油を使ったおにぎりと
となると昆布もシソではなくてごま昆布、これも新人さんの PB 商品です。ごま昆布を使ってたくあんと一緒におにぎりを作ってみることにしましょうね。やってみて思うんですけども、ね、簡単なのにめちゃくちゃ美味しいです。まずは先ほどの本漬けたくあん、本漬けたくあんを千切りにします。糸切りではないですよ、千切りです。ある程度太い方がいいと思います。鉛筆ぐらいの、ちょうど鉛筆ぐらいの太さに切られた方がいいと思います。それじゃないと食感がないと美味しくない。やっぱりたくあんのカリカリコリコリの、食感を残すためにもちょっと鉛筆ぐらいの太さがあった方がいいと思います。この千切りにしたたくあんを 60g、 私は 60g、 実際やってみて思うんですけど、もう少し多めでもいいと思います。 60g から 80g ぐらいでもいいかと思います。そして昆布は2対1の割合です。2対1の割合です。2対1の割合で60だったら30、80だったら40というような形で混ぜていただければいいかなと思います。そして混ぜるときに先ほどの純正ごま油を小さじ1杯加えます。小さじ1杯加えた上でこう混ぜておきましょう。それで混ぜた上にご飯茶碗で2杯分の白ご飯を投入です。白ご飯をお茶碗2杯分入れて、そして混ぜるんですけども、この時に注意すべきことはしゃもじの平べったいところでこうなぜないようにされた方がいいと思います。ご飯粒が潰れたらもうおにぎりとしてはべちょべちょになってしまいます。そこで使うのはしゃもじを縦にして切るようにして、しゃもじを切るようにして混ぜていかれることをお勧めいたします。するとこれをラップに包んで三角に握っていただくとこんな感じですよ。お客様に出す、そしてご家族に出す時もこのラップは取らない方がいいと思います。なぜならば、昆布の色であるとか、なんといってもやっぱりごま油を混ぜておりますので手が汚れやすいということで、ラップを包んだ状態で個人個人ね、お好みで食べていただくという方がいいかと思います。ごま香る昆布とたくあんのおにぎりめちゃくちゃうまいです。おすすめです。強烈におすすめです。実際にこの4月、たくあんのコーナーに来ますと見てください。東海地区の某加盟店ですけどもね、こんな感じでがっつり積み込んで売っておられますよ。そんな4月です、ね、先ほども申し上げたように1年間で一番売れるこの3、4月は強烈にこのたくあんを売り込んでおりますので、ね、いつも申し上げたように大量に陳列してる店を見たらラッキーです。そのぐらい自信を持って値段をつけてますから非常にお安いはずです。目つぶっとっても買いたいところです。さらにはですね、もう先ほどもあったようにたくあんと昆布を混ぜておにぎり作りましょうという気の利いた店がありますね。素晴らしいですね。ね、これは先ほどの基本案であります、しそ昆布とたくあんを混ぜてしそ昆布たくあんのおにぎり、今流行りのおにぎり作りましょうと言って一緒に提案しています。積み込んでますね。まあ今回はしそ昆布ではなくて今度はごま昆布とそしてごま油の提案をさせていただきました。まあどちらでもお好みでね、たくあんと昆布を絡めた、混ぜ込みで、おにぎり作られたらいいかと思います。さあ続いては4番目、香味野菜香る餃子です。冷凍食品です。冷凍食品の餃子でございます。これが美味しいんですね。美味しい秘訣はまあいくつもあるんですけど、その代表的なものはここですね。使用してる肉、お肉もそして野菜も全て国産にこだわってます。全て国産、そして、キャベツであるとかニンニクであるとか生姜、ニラなどの香味野菜が引き立つように風味豊かに仕上がってます。野菜が美味しいです。特徴は、ね、野菜が美味しい餃子に仕上がってる。もう商品名にもなっておる通りでございますよ。で、もちろん、他の食品メーカーさんが作っておられる餃子と同じように水も油ももちろんいりません。凍ったままにフライパンに乗せるだけで本格的な羽根付き餃子が出来上がる。誰が作っても簡単にできます。そして問題はどこが作ってるかですよ、ね、どこが作ってるか。これは皆さん方もよくスーパーで目にされると思います。大阪王将の餃子を作っておられる、ね、でおなじみのイート&フーズ社が作っておられますから、これまたもう間違いない、もう美味しいに決まってる。しかもですね、まあ特徴もう一つ挙げるとしたら、焼き餃子が美味しいですよね。やっぱり、ね、薄皮に上がってます。薄皮餃子になってます。だから美味しいです。ね、実際に、この撮影のために私も実際に自分で焼いてみました。まだ火をつけてますね。温める前のフライパンに凍ったままの餃子を並べます。お皿が長皿だったら直線に盛り付けましょう。今回私丸皿に乗せたかったので丸く並べます。お皿の形に合わせて並べることが秘訣です。そして蓋をして5分ですね。中火で5分です。そして中火で5分経ったら蓋を取ります。取りますともうこのようにして、羽根ができつつありますけど、まだ水分を多く含んでますので、この水分を飛ばしましょう。同じ、中火のまんまで、水分飛ばしてきつね色になるのを待ちます。そのままこれで出来上がりです。これで出来上がりです。ご覧の通り水も油もいりませんね。凍ったまんま中火のまんまでこのような状態になります。こう出来上がりますと、そのお皿をフライパンの上に乗せます。
乗せます。そして、フライパンとお皿をひっくり返しますと、こういったように綺麗に出来上がるんです。私がやりました、ね、誰が作ってもこのように綺麗に出来上がります。ちょっと焦げましたけどね。ちょっと焼き、王将さんでよく言われるよく焼きというね、ちょっと焼き目を大きく強めに入れてみました。もちろんこのポン酢であるとかお酢であるとか普通に召し上がって、普通の薬味で召し上がっていただくと非常に美味しいんですけどもね、今回は、女性の皆様にも美味しく、もっと美味しく食べていただこうということで、かごめさんなどが出されているこのトマトソースをただかけただけです。これを一回召し上がってくださいね。特に女性の皆さん、そして奥様におすすめでございますよ、ね。ワインやかけとま餃子の完成でございますよ。ただ焼いた餃子にトマトソースをかけるだけです。非常にワインが美味しくなる餃子、かけとま餃子になるかと思います。実際に加盟されているお店に行きますとですね、このように餃子コーナーの前にトマトソースを置いてる店も多いんですよ。それでよく売れるんです。だから知ってる方は、美味しいの知ってる方はもうどんどん買われてるということですので、まだ未経験の方はですね、ぜひ試してみてください。美味しいですよ。で、遠くの某加盟店ではですね、左側に味の素さんの餃子、ね、日本一売れてる餃子です。日本一売れてる餃子を左に置いて、そして右側に CGC の餃子を置いて、あなたはどっちというような形で売られています。ここでもちゃんと1個いくら、2つでいくら。ね、味の素さんに比べて40円から50円安くなってますけどね、2つでいくらというような形で提案されてます。大量に陳列されている店を見つけたらチャンスです。すぐ買うべきということでございますね。さあ5番目です。5番目はカツオと昆布のうまみつゆ、つゆのご紹介でございます。数年前にリニューアルしてます。リニューアルしてさらに、まあ、実際に買われて、使っていただくと分かるんですけど、出汁感が出ておりますよ、ね。以前の商品も知ってるんですけども、出汁感が全然変わってまいりました。良くなっております。そしてどこが使ってるかというと、創業400年の老舗、ヒゲタ醤油さん、銚子醤油さんですね。ヒゲタ醤油さんが作っておりますから、これも間違いない商品です。そして出汁は何を使ってるかというと、ソーダかつお節、これは高知県ですね。高知県の高級かつお節、ソーダかつお節と昆布だけを使った天然出汁です。そして3倍の濃縮ですから、非常に旨味が強いです。まあ、こういったように非常におすすめするポイントも多いんですけども、この商品も4月に買うべきということで、ぜひおすすめです。さあラストになりました。6番目、カットの揚げナスでございます。冷凍食品、どこで作ってるのかというと、ベトナムのダラット高原というところです。ここですダラット高原ね、ベトナムの避暑地、軽井沢と言われてます。だから観光地化されてですね、まあ、非常に空気も綺麗で、それで土地も豊かでというようなところで観光地化もされている、まあ豊かなところなんですけど、そこで作られるこの日本品種の千両2号がこちらなんですね。だから非常に、いい土地で育った日本品種の、ナスを使ってるというようなところです。しかもこのナスの、4本分がここに入ってるわけです。4本分、そして 10g ごとに一口カットされてますから、もう包丁もいらない。で、揚げナスですから油もいらない、油もそして包丁いらずといったような、もう非常に便利な、使いやすい便利商品になっているというようなところです。そしてこのナス自体も、千両2号というナス自体も契約栽培ですから、非常に綺麗、開けてみるとですね、非常に綺麗です。そして安心安全、そして小分け仕様に便利なバラ冷凍になっています。だから掴んですぐ使える分だけを取り出すことができます、バラ冷凍。そして長期保存にも便利なチャックがついておりますので、保存にも便利だと思います。今日はですね、この揚げナスを使って何作ろうかなと思ったんですけど、基本中の基本、煮浸しを作れます、ね。和風の料理というのは簡単そうで苦手な奥様が多いんだそうですけどもね、4分でできます。めちゃくちゃうまいです。もうめちゃくちゃおすすめです。しかも私、料亭風と書きました。非常に上品な美味しい味が作れます。誰でもできます。使うのは先ほどのつゆ、そしてキッコーマンさんが作ってくれた CGC のこってりみりんですね。そして料理酒、これを使います。この3つですね。この3つで出汁を作ります。つゆですね、こってりが小さじ1杯、そして料理酒が小さじ1杯、そしてつゆが 20ml、 3倍濃縮ですから 40ml の水です。 40ml の水を混ぜるだけです。これ入れるだけです。お好みによって生姜を、チューブに入っている生姜を3センチぐらい入れておきますと大人な味になります。もっと引き立って美味しくなるかと思います。お好みで生姜を入れられたらいいかと思います。そこにカットの揚げナスを一つかみポロポロっと入れていただきます。ポロポロっと入れていただいて、それをそのまま電子レンジに直行です。500ワット3分ですよ。だから合計4分で出来上がります。4分で出来上がります。
で、熱々を食べるより冷ました方が味付きは非常に良くなりますから、冷ましておいて、その冷めた状態にこのカツオパック、カツオ節をかけて、そして小ネギの刻んだものを乗せれば、もう本当に料亭風の上品な味の煮浸しが出来上がるんです。たった3分から4分で出来上がるというような上品な料亭風ナスの煮浸しの紹介でございます。ぜひおすすめでございますよ。召し上がってください。美味しいです。簡単です。実際に CGC の加盟者さんに行きますと、こういったようにですね、あのナポリタン、あの冷凍食品のナポリタンパスタのところに揚げナスを大量に置いてる店もあります。これはですね、これをそのまま揚げナスをこのナポリタンの上にトッピングとして使って、そのまま美味しいですよという提案、これもいいですね。ここでも2つ販売しておりますね。1個いくら、2ついくらというような販売をされております。こちらの店ではカットナスを大量陳列されて、その前に麻婆豆腐の素、麻婆ソースを置いてます。ということはどういうことかというと、麻婆ナスの提案ですね。実際に自分たちで作ったサンプルを見せた上で、簡単、これなら簡単ですね。もう切ってあるし、油で揚がってますから混ぜるだけですね。フライパンで加熱するだけですぐ出来上がります。麻婆ナス、さらにはナポリタンにカットナスを乗せる提案、どちらでも簡単にすごく美味しい提案だと思います。ぜひお試しになったらいかがでしょうか。さあ、いかがだったですかね。今回は CGC で買うべき、4月に買うべき最強ポスト、コスパ、V6 6商品をご紹介しました。お気に入りの商品がありましたら、ぜひ皆さん方のお宅の近くにあります4200店舗で、お買い求めになったらよろしいかと思います。今回の最初に申し上げたように、この動画を見ておられる方の6割の方はまだチャンネル登録されておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしたいと思います。それではまたお会いしましょう。またね。